爆食バスムスタジオチャンネル、はい、始まりました。ということで今回はなんかすごく可愛らしい外観が見えているでしょう。はい、幼衆商人さんにやってまいりました。幼衆商人知らないって方結構多いのかなと私は勝手に思ってるんですけど、今日は私が幼衆商人の魅力を皆さんに伝えていきたいと思います。はい、腹減った中華の気分、イヤー。はい、ということで第1弾が揃いました。あとラーメンが3種類追加できますので紹介していきたいと思います。はい、いきます。私の一番大好きなスーラータンメンから始まりたいと思います。それではいただきます。じゃじゃじゃん。一すすり目で焦点してしまった。いや、めちゃくちゃうまい。お酢とラー油のバランスがマジで完璧。お出汁もしっかり効いてて最高。幼衆商人ってあの麺の種類が自分で選べるんですよ、どのラーメンでも。私はこのね、幼衆麺が好きで、四角いのでもちょっと縮れてて、めちゃくちゃ食感がいいです。プリプリして、マジでうまい。酸味効いたラーメンが好きな人はマジで本当に人生で1回でいいから食べてほしい。お願いします、お願いします。ピータ、うまい。甘じょっぱ醤油、それでは小籠包に行きたいと思います。わあ、ちょっとこれを乗せてとかけて、よし、行くよ行くよ。違うわ、間違えた。小籠包の正しい食べ方、まず中を割ります。で、出します、汁をチューッと出して、これを吸います。あ、おいしすぎる。行きます。あと500個食べたい。中を割って汁を出して、それをちょっと飲んで、そしてタレをかけて、黒酢だれで、やっぱ基本的に黒酢だれだからすごいさっぱりしてる。空心菜、空心菜、あまり緑を食べてない私でも、あまり緑を食べてるイメージないわ私でも、空心菜は本当に大好きで、うん、ガーリックのバランス
加減が完璧。スーラータンのスープを残してこの副菜をいくんですよ。スープ代わりとして楽しむ。エビツリさん、エビツリ、うん、おいしい。うまうまのうま。なんでこんな全品うまいんです。おい、チンジャオロース、うん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 、野菜の食感をしっかり残した炒め方っていうの、なんかすごい新鮮で、ピーマンの風味がめちゃめちゃ強くて美味しい。はい、続いて担々麺でございます。はい、麺に注目です。じゃじゃーん、続いての担々麺は統摂麺っていう麺にしました。不揃いの麺なんだよね、太さとかがバランスが切って、なんていうの、統摂の摂は切断の摂だからさ、不揃いなラーメンで食感を楽しめる。うん、うん、うん、あ、麺はね、コシがあって噛み応えがいいっすね。で、担々麺自体がね、このごまの優しい香り、これが鼻に抜けるのが最高なんですよ。色ほどこう、なんていうの、こってりはしてないっていうか、めちゃめちゃ優しい。さあ、ここで別で頼んでいたパクチーを追加します。いきます。うん、うん、合うね。うん、うまい。小籠包、小籠包、もういける、もういけるはず。で、肉がしっかり詰まってる。ああ、熱い、最高。
ババン。女子にはありがたいです。そういえば紙エプロンをもらってたの忘れてました。こいつがあれば。領収証人の何テーブルについてる飲み物はですね、ジャスミンティーなんだよ。嬉しいよね。チンタオビール飲みて。あ、いいよ、嘘嘘。ちょっと待って、マーボー行ってなかった。マーボー行きます。わお、わ、わ、わ、めっちゃうまい麻婆豆腐。しびれる辛さが最初にパッてくるんだけど、すごいなんかね、コクのある甘さが後からくる感じ。めちゃくちゃうまい。なにこれ、すごい。じゃじゃじゃん、続いてはトマタマラーメンです。いくよー、じゃじゃーん。さっぱりあっさりしてるんだけど、このトマトの甘みなんだよね。酸味はもちろんだけど甘みが強くて、いやー、このラーメンですね、しみるんですよ、ほんとに。うん、このカットされたトマトとレタス、さらに、かき玉、柔らかいふんわり卵が乗ってます。あ、おいしい。まずスープの色が可愛いの。はい、すみませんね。じゃあ、ちょっと行かせていただきます。自分行かせていただきます。泣けてくる。
めっちゃいい匂い、ミルキーな匂いがします。行くぞ。うわー綺麗だ。これは初めて頼むんですよ。ちょっと気になってたやつ、濃厚豚骨みたいな塩ラーメン、いきます。ものすごく温まるんだけど、濃厚なんだけどすごいクリーミー感が強いからまろやかに包み込んでくれるかのような濃厚さ。うまい。これこの上に塗ってる部分めちゃくちゃ美味しい。鶏そぼろかな、鶏そぼろと椎茸とたけのこのみじん切り。メニューによって切り方全部変わってんだね、食材。はい、食べた。じゃじゃーん、杏仁ドゥーフ。うわ大好き。なんか牛乳感が強い気がする。本当に美味しい。はい、食べた。はい、ということで完食いたしました。ラブ幼衆商人増渕問答セレクション、いかがだったでしょうか。はい、あの幼衆商人の美味しさをみんなに伝えることができたんじゃないかなと思っております。
まあちょっと全然まだ紹介し足りないので、まあ第2弾第3弾とやっていきたいなと、領収承認大好き芸人としてはやっていきたいなと思っておりますので、どうぞお付き合いください。本当に最高に美味しかったです。ごちそうさまです。はい、この動画がいいと思ったら高評価、私のことが気になったらチャンネル登録よろしくお願いします。まったねー。